ジャフェット・マンザン・ビタン・ガンガは、イングランド・ロンドン・ハックニーク出身のプロサッカー選手。プレミアリーグのトッテナム・ホットスパー FC に所属している。ポジションは DF。10歳の時にトッテナム・ホットスパー FC のユースアカデミーに入団。2019年7月にプロ契約を結び、トップチームに昇格した。9月24日のエフルカップの コルチェスターユナイテッド FC 戦でトップチームデビューした。2020年1月11日、首位を独走するリバプール FC との対戦で先発メンバーに抜擢され、プレミアリーグ初出場。チームは0から1で敗戦したが、退治した、昨季得点王サディオマネを最後まで苦しめ続ける、高パフォーマンスでデビューを飾った。 14日の FA カップのミドルズブラ FC 戦でも先発で起用され、2から1の勝利に貢献。一躍トップチームの DF 陣を脅かす競争相手となった。6月、新型コロナウイルスによるリーグ戦中断が解除される直前、背中の疲労骨折で戦線を離脱し、クラブはシーズン中の復帰は絶望と発表した。2020年7月27日、 トッテナムホットスパー FC と2025年までの新契約を締結したことがクラブ公式 HP 上で発表された。プロデビュー前の2017年から各ユース世代のイングランド代表に随時招集されている。ありがとうございます。